いつかあなたはたどり着けるだろう、描いた夢のその果てと。どうもこんにちは、埼玉でシンガーソングライターの東木と申します。よろしくお願いします。今日もですね、歌ボーカルミックスボイス練習されてる方に向けて、まあ練習のコツとかね、あとまず心構えなんかもちょっとね、たまに織り交ぜながらお話ししております。でちょっとね、今日はまあ心構えのことというか、まあ私がオンラインサロンでもねよくやってます作曲講座をやってる理由、音楽経験が人生にも役立つっていう話をちょっとしたいと思います。で音楽してると作曲するとどんなメリットがあるのっていう話をしようと思うんですけど、結論から言うと主体性がつくと思ってます。主体性、まあ、自分でね人生を作っていく、自分の判断で人生を決定していく、自分が人生を作っていくっていうようなスタンスを作曲で養っちゃおうぜっていう話ですね。まあこれはまあ直接的に本当にじゃあ作曲したからって主体性がつくかっていうと、それはそう人それぞれだと思うし、それはどういうような影響がね出てくるかっていうのはまあ人それぞれ分かんないんですけど、ただ私は確実に自分で作曲してきたことは自分の人生とか仕事の仕方とかその人間関係なんかもかなりいい影響は、まあ悪い影響があるのか分かりませんが、まあいろんな意味で影響あったと思ってます。で今日はその話をちょっと、まあ、自分の経験とあとは客観的なねデータも交えながら、なんで作曲するってことはその自分のなんだろう人生を主体的に生きていくことにつながっていくのかっていうのをちょっとお話しようと思います。で最初に、こんなねちょっとまああまり喜ばしくないデータがあるんですが、一応ご紹介しようと思います。ですね、リクルートワークス研究所というところが発表しております。人生を自分で選択できると思っているっていう調査をしました。まあ世界中ですね、アメリカとか中国とかドイツとかスウェーデンとかイギリスとかいろんな国、まあ日本もちろんそうですね、まあそのいろんな年代の、人に、あなたの人生は自分で選択できると思いますかっていう質問をして、イエス、ノーを、割合を調査したものがあります。でこれで、一番その自分の人生を自分で選択できると思っている国があります。1位だった国、皆さん想像つきますか？自分の人生は自分でコントロールできる、イエスっていう、そのイエスの割合が一番多かった国、答えはスウェーデンだそうです。スウェーデンいいですよね。まあ福祉も結構充実してね、スウェーデン行きたいなって言われですけどまあ、そこはね日本人の誇りを持ってまああれですけど、まあスウェーデンは 82% の方がなんとイエスと答えた、まず自分の人生は自分でコントロールできる、自分で作れると思っているのがスウェーデン 82% っていうことです。これ一番多かったことですね。で一応まあ参考までにアメリカ 77% だそうです。で中国 63% まあまあ多い、ちょっと多いかなぐらいですね。まあ、でイギリス 73%、まあ、グレードプリツの偉大なねイギリス、まあ 73% はまあ多分多い方ですね。じゃあ翻って日本は何パーセントだと思いますか？イギリスとか 73%、 スウェーデンなんか 82% あります。アメリカ 77%、 日本なんと 44% だそうです。なんと 44% 半分以下ですね。もう質問した人の半分以下は自分の人生は自分じゃ決められないよという、まあ、ネガティブと言ったら分かんないですけど、まあアンコントロールだと思っている方が多いそうです、日本人で。まあ、これにはいろんなまあその原因というか環境的な、ね、要因もあると思うんですけど、例えば国の制度だったりとか伝統風習とか、まあ、その何でしょうね、周りの目を気にするっていう部分は日本人に多いのかどうか分かりませんが、まあ、やっぱり SNS が発達してきて結構やっぱ人の評価って、ね、より気になるような時代になってきてる気がします。まあ、こうやってね YouTube で話してても結構私は評価気になるので分かるんですが、やっぱりそのまあね、いい意味で反響を見て自分でじゃあ次どうしようってその反省の材料にするのはいいんですけど、それが怖くて自分じゃ選べなくなるっていうのは良くないと思うんですよ。まあそういういろんな要素もあって、まあそれは日本だけじゃないはずですが、日本人はなぜか半分以下 44% ということで、まあ、自分で自分の人生を主体的に選べるっていう方は少ないって言えるでしょうという中で、まあ別にいいじゃん、別に自分で選ばなくても幸せに生きていける方はありますと、まあそれぞれでもちろんそうは思います。別に主体的に生きるってことはイコール正義とは思ってませんが、まあこれからね変化の多い時代、まあ例えば自分でやりたいことをやりたいって思った時に誰かが用意してくれることってあんまりないはずなんですよ。自分でやりたいなと思ったら自分でそれ掴みに行く必要あるし、まあ、ミックスボイスだったり自分で歌いたい歌だったら自分で練習して歌えるようになるじゃないですか。自分で取りに行くっていうのがまず
出発点なんですよね。で行動していくうちに仲間が増えたりとか、まあ、こう認めてくれるとかして、こうどんどんその環境が出来上がってくるとかで、まあ、0から1っていうのは絶対自分の判断と行動が必要なわけですよ。で、まあ、それはまああの音楽をねやってるとそういうのは露骨に感じます。音楽なんて、まあ、音楽なんてって言い方あるんですけどやんなくても生きていける分野ですので、まあ、食べ物とかね衣食住に比べれば音楽っていうのは別になくても、私はなくてはならないもんだと思ってますが、まあ、あのなくても生きていけるものに対してやるって決めたら、やっぱ自分でやりに行く必要はあるわけですね。主体的に決める必要があるってことです。で、まあ、ちょっとじゃあここで作曲するとどうして自分が主体的に生きているか生きていけるかっていうことをちょっとお話ししたいと思います。でそれをやっていくと 44% の方に入っていたイエスが、その自分は 44% に、あ、そうか、イエスが 44% で脳にならずに自分が主体的に生きていけるって感覚を持てるのが作曲です。で一応で3つに絞ってきました。作曲をすると主体的に生きていけるっていうような考え方を持ちやすい、1つ目、自分の気持ちをまず素直に掴むことができます。作曲、まあ、当然作る自分の気持ちを表現するために作詞なりメロディーを作るわけですが、そこに嘘があっちゃいけないわけなんですよ。自分が感じていることを素直にその言葉にしたりメロディーにしたりするので、まあ嘘がなっちゃいけないってわけではないですけど、自分が感じていることをやっぱ表現するので、感じていることをまず掴まなきゃいけないです。自分は今どんなふうに思ってるのかなとか、どういうふうに感じてるんだろう、辛いのかな、どういうふうに生きたいんだろうっていうことを考えることになります。それ自体がもう結構主体的に生きていくことにもつながります。そもそも自分がどうしたいのかわからないっていうんでは、何を選んだらいいかわからないはずなので、それを考えるきっかけになるのが作曲です。まあこれは私も自分ですごい感じてます。自分が今どういうふうに感じてるのか、どういうふうに生きたいんだろうってことを考えることが作曲を通してきっかけを与えてもらったので、それがそのまま癖づいて人生にも生きてるかなっていうのが1個目ですね。で2つ目、表現する力ですね。表現、まあ、当然、まあ、自分の気持ちをまあ 1個目で掴んで、まあ、こう、あ、こういう気持ちなんだって思ったら、今度それを形にする必要があります。まあ、さっき言った言葉だったりメロディーだったり、まあ、コード進行とかどんな風に演奏するか、まあ、ちょっと今日冒頭でねちょっとやったのもあのオリジナル曲の一節なんですけど、まあ、どんなメロディーどんな雰囲気にするかっていう表現 その考えることも結構作曲で学びます。で例えば自分がどういう風に生きていきたいか、どんな仕事がしたいかって思った時に、あ、こんな仕事がしたいって思ったら、思っただけでは意味がないわけで、それをどうやって掴みに行くか、その例えばこんな仕事をしたいと思ったらどこでそれを募集してるかとか、どんな技術知識が必要なのかとか、どういう風に言ったらそこに近づいていけるのかってことを考えて実行していくはずなんですよね。その、まあ、具体的なアクションを作曲というのは、まあ、その自分が考えていることを形にすることで具体的に表現するということです。まあ、例えば面接なんかも一番わかりやすいですよね。仕事、まあ、例えば絶対筆記試験だけで入社するなんてことはありえないはずなので、まあ、実際に面接して自分がどういう、なんでこの会社に入りたいの、どういうことがしたいのっていうことを表現するはずなんですよ。それが自分で分かってないと、そして自分の気持ちをうまく表現できないと、いや、やりたいからですって言われても、その表現力、言葉が足りなすぎて、ん？やりたい？なぜやりたいの？とかってこう突っ込まれると、うってこうなっちゃう。そういう部分が、やっぱり自分で作曲表現しておくと、ある程度、まあ、言葉も自分で、どういう言葉があるのかっていう、こう、ストックも増えていきますし、まあ、ここの気持ちを表現するには、こういう言葉が一番ふさわしいよなっていうこと。言葉のチョイスなんかも結構、作曲、まあ、作詞ですね、なんかでもかなり鍛えられてる部分もあるので、まあ、この辺は作曲かなり、自分もやっててあのためになったなと思う部分であります。これが2つ目で、3つ目ですね、学ぶ力がついたなと思います。学ぶ力で、作曲って皆さん多分もう一言聞いた瞬間、え、難しそうみたいな、いや俺私できねえしみたいな、そういうような感覚になるはずなんですよ、やったことのない方にとっては。で私も当然最初は初心者、みんな初めてやることってみんな初心者だと思うんですけど、当然作曲も初心者から始まります。でそんな中でどういう風に作ったらいいかって、作りたい、自分の気持ちも掴んだで作りたい、表現したい、でもやり方がわからないと思ったら、やっぱり勉強するわけですね。その練習というか、まあ歌だったら歌うその技術ですけど、作るであれば作る技術が必要わけです。でその作る技術ってどうしたらいいかって、まあそれは当然その本読んだりスクールに行ったり自分で独学で勉強したりっていろんな方法はありますが、まずそのいろんなところから得られた情報を自分なりに吸収して、じゃあどういうふうにその情報を使おうっていう、そのインプットとアウトプット、まあ、そのさっき言ったポイント1と2にその連動してくるんですけど、その情報の一番の源になる、まあ、食材みたいなものですね。その材料、知識、技術をしっかりインプット吸収する癖が
能力がつきます。まあ、あの、何でしょうか、これ頭の使い方というか使い慣れ、頭は使えば使うほどいいみたいな部分と似てるんですけど、まあ、覚えることだったりとか、その覚えたことを使うとかの新しい知識を知るっていうことに慣れておくと、まあ、もうこれも当然あの言わずもがな仕事とか勉強とか、自分の今いるここで自分のパフォーマンスを上げたいっていう時に、まあ、で学ぶ必要って絶対あると思うんですよ。その学び、知識、技術を学んだ上でさらにパフォーマンスが上がると思うので、その学ぶ癖がつくので、いざ新しいことを知ろうと思った時も結構スッと入ってくるんですよね。自分が普段から勉強しておくと勉強する力があるので、まず吸収する力ですね、自分の知らないことでもどんどんスッとこう入ってくる力があるので、まあどん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 レベルアップしやすいということが、あの作曲をね、特にまあ作曲っていうと本当に幅広い知識があるので、私も全てを知ってるわけではありませんが、まあまあそれでも自分でできる範囲のところからこうどん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 知識を広げていくっていう技術、まあ学ぶ技術ですね、吸収する力っていうのも作曲していて、ああこれはすごい助けられたなっていうのを感じるメリット、3つ目でした。一応3つおさらいしておきます。自分の気持ちを捕まえ捉える力で、2つ目自分の気持ちを表現する力、そして3つ目まずもう知識術を吸収する力、これが一応作曲によって、まあ、だいぶ養われたと思いますし、そのままそれを人生、仕事とか勉強とかいろんな、まあ、勉強とか 学校ですね、学生さんなんかはそういうところで生きてくるじゃないかなっていう気持ちはしてますので、まあね、無理にもう作曲嫌だよっていう人に別に押し付けるつもりはありませんが、まあ、私は好きな歌を歌ってるだけでいいって言えば、それは全然いいとは思うんですけど、ある程度音楽やってきて歌ってきて、なんかちょっとまあ自信ついてきたなでもいいですし、まあ、まだまだ歌はまだまだだけど、あ作曲も面白そうだな、ちょっとなんか人生で前向きにいきたいなっていうようなのがあれば、一つ自分のねきっかけ作りとして作曲にトライチャレンジしてみてもいいんじゃないかということで、ちょっと今日はね、あの作曲のおすすめ、人生を主体的に生きるコツということでお話ししました。ちょっと今日は歌の話でだいぶ離れちゃったりするんですけど、まあ、歌もね自分の気持ちを表現するということと、他の作曲もね自分の気持ちを表現する結構共通点がありまして、一番最高なのは自分のミックスボイスを磨いた歌唱力で自分の作ったオリジナル曲を歌うことが一番私は今日もかなり最上級に、あの贅沢な経験かなと思ってますので、まあまあ興味のある方はね、まあこの辺の作曲の話はまあ動画では、あの作曲のノウハウはあんまり動画では出さないと思うんで、まあ興味のある方ね、音楽サロン作曲音楽宣伝会の話ですけどやってますので、メンバーの方は全然作曲の話全やってきますので、ぜひチェックいただいて、まあ興味のある方はねトライしてもらって、人生を主体的に生きていきましょうということで、じゃあ次の動画でお会いしましょう。